ナーセロッディン・シャーは、ガージャール・アサ第4代シャーで、第3代シャー・モハンマド・シャーの子。イランの歴史の中で、サーサーン・アサのシャープール2世とサファビー町のタフマースブ1世に、ついで3番目に長く在位した君主で、知性は50年近くにわたる。シャーとしては初めて日記を刊行した人物でもある。1848年に、父。 モハンマドシャーの訃報が伝えられた時、ナーセロ・ディーンはタブリーズにいた。ナーセロ・ディーンはアミール・キャビールの力を借りて、イランの王座であるクジャクの玉座に登る。ナーセロ・ディーンが即位する頃のイランは、バーブ教徒による反乱が起こっていたが、これを弾圧。特に1852年のバーブ教徒によるナーセロ・ディーン暗殺の試み以降、荒烈さを増した。 バーブ教の快祖聖イエドアリー・モハンマドは、1850年に、銃殺。バーブの弟子であったミールザー・ホセイ・ン・アリーはイラクに、追放され、後に、バハイ教を起こすこととなる。ナーセロッディーン・シャアは、統治初期こそ、改革的傾向を持ったものの、アミール・キャビールの進める、近代化を頓じ始めたナーセロッディーンは、1852年に、これを暗殺。 先制的傾向を強めることになる。対外的には、イギリスの支配下に置かれていた、東部ペルシアの回復、特に、ヘラートを目標とするものであった。しかし、イギリスが、ペルシャ湾の港町、ブーシェフルを攻撃するに至り、退却せざるを得なくなった。そして、ペルシアの領域であったアフガニスタンを、イギリスの勢力下に置くことを認めるパリ条約への、 署名を余儀なくされた。そのためヘラートは現在アフガニスタン領である。さらに、様々な商業的特権や違い保権を承認するとともに、関税自主権をも放棄することとなった。これにより、イランのイギリス、ロシアによる繁殖民地化が本格化することとなった。ウィンザー城における、ビクトリア女王によるナーセロディーンシャーの、雪樹ナーセロディーンは、 近代イラン君主として初めてヨーロッパを訪問した。1873年と1878年、1889年の3回、歴訪している。最初の訪問では、ガーター君賞をビクトリア女王から授与された。また1878年訪問の際には、イギリス海軍観艦,艦式に出席。1889年の訪問では、 ヨーロッパで接した技術に驚いていることが報告されている。とはいえ、ナンセロディーンの時代は徐々にではあるが、イギリスとロシアの繁殖民地化が進展していった時代である。1872年には、ロイター男爵に、いわゆる、ロイター利権を供与している。このロイター利権により、ジュリウス・ロイターは、イラン全土の鉱山の採掘権。 未開拓地の開発に関して75年間の経済権益を獲得すると同時に、国立銀行、道路、電報、工場、帝国のすべての関税についても25年間の利権を獲得した。ロシアとバーザール商人の反対により、鉱山と銀行以外の利権に関しては、ジュリウスロイターは放棄することとなったが、その代償として、 ペルシア帝国銀行の設立認可を受けた。これにより、イギリスによる財政、金融支配が始まった。ペルシャ絨毯こそ、ヨーロッパ世界に沈徴されたが、逆に、ペルシアには廉価な織物が輸入されるに至り、手工業者の生活を直撃した。また、綿花、ナッツ、果物、アヘンに対する需要が高まったことで、大土地所有性が進展することとなり、 農民の生活も直撃した。さらに近代化の推進により土地の収穫税が5%から10%に上がったことも追い打ちをかけた。そのようなさな1890年にはナーセロ・ディーンはジェラルド・エフタル・ボットにタバコ利権を供与した。20万人が当時のイランにおけるタバコ産業に従事していたが、この利権は今後50年間イランにおける タバコの販売する権利をメージャータルボットに付与するという内容であり、最初は秘密であった内容がイスタンブールのペルシア語日韓紙アフタールの報道により、その秘密が公表されると聖職者バーザール商人から一斉に反対を受けた。その後イランは相乗状態に陥った。パンイスラーム主義を主張したジャマールディーン・アフガーニーは当時イスタンブールに居住していた。 イスタンブールからアフガーニーは、ナーセロッディーンの政策を批判している。1896年、祈祷のため訪れた、テヘランの近郊例のシャー・アブドル・アズイーム病で、アフガーニーのデシミール・ザー・レザー・ケルマーニーの手によって暗殺された。この際用いられたリボルバーは古く錆びついていたと言われる。またシャーが、厚手の街灯をつけていたこと、遠距離からの射撃であったこともあり、 その場で亡くなることはなかった。死の直前、生き延びたならば、違ったように統治するであろう。と述べたと報告される。レーザー・ケルマーニーは、ナズモッド・オレによって捕らえられ、8月10日に、テヘランで処刑された。ナーセロッディン・シャーは、襲撃が行われたシャー・アブドル・アズ・イーム・病墓地に、埋葬された。一体成形による、大理石の破壊死は、 ナーセロッディン・シャーを片取っており、現在は、テヘランのゴレスターン宮殿博物館に所蔵され、ガージャール長期彫刻の傑作として著名である。1925年まで発行されていた、イランリアルの3種の紙幣に肖像が使用されていた。ナーセロッディン・シャーは、イラン国王として、初めて、日本人と接触した人物でもある。1878年。 彼は二度目のヨーロッパ旅行からのキットで、ロシアで当時中ロ講師であった、榎本武明と面会した。そこで、条約締結に向けた施設の派遣で合意し、日本から施設団が派遣された。しかし、日本との条約関係が成立したのは、ナーセロッディーン・シャーの死から30年後のことで、その時すでにカージャール町は滅びパフラビー町となっていた。ありがとうございます。